この辺のリーチの差、背の差、スピードの差、それが栗山どのようにしてその中に入りますか。コーナーで起死運動いたしますライオン栗山。第1ラウンドのゴングが鳴りました。ああ割とゆっくり始まりますね、さあセルバンテスはサウスポーと対戦するのは初めての経験でございます。サウスポーと対戦するのはチャンピオンは初めての経験。第1ラウンドセルバンテスはあまりいつも出ませんね。あいいこれは栗山の左の服が当たりましたか。いや当たったんですよ。なんか硬くなってますねセルバンテス、ね、そうですか、トランクスに日の丸つけております挑戦者の栗山。いいですね、頭振ってパンチ外してますよね。セルバンテスが右のボディを打ちました。出だしは栗山いいようですね。いいですね、はい、盛んにボディを狙います。右のストレートでボディを狙いますセルバンテス。第1ラウンドのゴングが鳴りましてちょっとぎこちない感じがありましたチャンピオンのセルバンテス。栗山のボディーブローです。ボディーブローですね。栗山の右ボディーブロー、最初は何でもいいから当てると言っておりました。右ストレートセルバンテス。練習よりは動きませんセルバンテス。やはりお互いにパンチがありますからね。そうですね、お互いにパンチを警戒してる感じがありますね。しかしなんかあれですね、セルバンテスは、何ですかセルバンテス。セルバンテスは怖いって感じですね。栗山のワンツー当たったですね。いいパンチだったですね。今のは栗山の左右の服、いいパンチですよ。左右の服が当たりました。チャンピオンの顔面に栗山の左右フックがヒット。チャンピオンのスピードはどうですか。そうですね、そんなないですね。練習ほどはスピードはないみたいですね、そうですね。第1第2ラウンドはあまり出てきませんチャンピオンのセルバンテス。いつも出だしがあまり良くないようです。顔面にヒットいたしました。やはり初めてのサウスポーでちょっと勝手が悪いんでしょうか。そうですね、なんか止まってますね。練習のような綺麗なフットワークは見せません。そうですね、シャープさはないですね。ないですね、はい、右のストレート、おっこれは強いパンチだ。セルバンテスの右のストレート攻め込んでボディーレンダー。第1ラウンドからこの後がこう面白くなりそうなね。右のボディブローを打ちました。これは急所を外れております、はい、ブロックしてますね、はいはい、あブロックしますね。栗山も実に落ち着いて試合を進めております。だいたいこのライオン栗山選手はこう、ね、落ち着いた感じですからね、第1ラウンド終わりました。得点はどうですか。ここはですね、的確なパンチでですね、栗山君、栗山君が取ったのではないかと思いますけど、はい、あそうですか、はい、試合は第2ラウンドに入ります。こちら側が栗山のコーナーです。第1ラウンドは小林さんの採点では、はい、栗山の的確さを取って、そうですね、的確さを取って5対4、はいはい、構成面ですか。そうですか、はい、試合は第2ラウンドです。ただこのチャンピオンのセルバンテスは第1第2ラウンドは悪くてもですね、はい、3ラウンドぐらいからすごく動きが速くなるんですね。出てきたですね、だろうね。今晩の試合が38戦目のライオン栗山、デビュー以来5年待ちに待ったタイトルマッチです。世界は初めての挑戦。かつてはなかなかいいパンチ打ちますね、いいパンチですね。サウスポーの対戦です。初めてのコンペで今右のストレートを打ちました。栗山は一度も今まで倒したことないんですよね。はい、タフですからね、落ち着いてますね。栗山君ね、よく見てますよ。右ナッパー、これは空振りですね、ですね、はい、また右を打ちました。大きく体を使って振りの大きいチャンピオンのカンベレ。第2ラウンドは前半は
チャンピオンの手数が多い。チャンピオンも打ち返します。左、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 ストレート2回、また左。なかなかいい左が出るじゃないですか、栗山は。いい出てますね、いいパンチです。お客さん熱狂してますね、あのパンチ、締めてますよ。よし。いい左を出しております、挑戦者の栗山、日本の栗山。頭振ってですね。今までの試合よりはジャブを左のジャブをあまり使いません。チャンピオンのセルバンテス、ジャブを使うチャンピオンのセルバンテス、今晩が5度目の防衛戦。本当にこの平山君とは練習では触るのもないんですけど、ほんまに強いですね。非常に試合の多い選手で、このチャンピオンのセルバンテス、はい、今日の試合が10ヶ月目ですよね、初防衛戦から。実に多いですね。多いですね、2ヶ月に1回の割合ですね、はい。まあ、コンディションを保ってこの2試合けれどもね、疲れますから。第2ラウンド終わりました。どうですか、このラウンドは。やはり栗山君だと思います。そうですか、栗山君のラウンドですか、はいはい。第3ラウンドを迎える栗山です。はい、佐々木さんが何と言ってますかね。そうですね、まあ、おそらく佐々木陣営は今の調子でいいということで言ってるでしょう。そうですね、今の調子で間違いないですね。第1第2ラウンド左の攻めが当たりまして、小林さんの採点では栗山有利、試合は第3ラウンドでございます。チャンピオンのセルバンテスはサウスポーと対戦するのは今晩が初めて、50戦して初めてのサウスポー戦でございます。アンツーは空振りが目立つ。空振り多いですね。ちょっと空振り多いですね。右ラッパー、セルバンテスの右ラッパーです。海外で試合する場合にですね、はい、地元の声援がですね、はい、相手のいいパンチにだけ来て、はい、自分が打ってもなかなか声援が来ませんが、今晩栗山君が打ってもですね、声援が来ますね、はい、わーっとね、はい、左から右、右アッパー。この辺はセルバンテスのコンビネーションが出てきました。第3ラウンド、しかしセルバンテス空振りちょっと多いですね。振りが大きいですね、もともと。栗山君が頭を振っていきますからね、なかなか目標を定まらないんですよ。中に入ろうとする挑戦者のライオン栗山、左のボディークロー、左のフック、これは空振り、ちょっと前に泳ぎました。なんとか前へ出ようという栗山、左はこれはちょっと惜しい。栗山選手はあまり顔も切ったことがありませんし、はい、過去37戦一度もダウンがないんですよね。あ、そうですか。タフなんですよね、皮膚も体もね。そうですね。あ、お互いに危なかったですね、今のはね。右アッパーと入ってますか。いや、入ってません。栗山の左と、はい、チャンピオンのアッパー、どちらも空振り。チャンピオン右、ちょっとパンチが当たってきましたね、チャンピオンの、はい。チャンピオンの右アッパーは2度3度空振りであります。第3ラウンドに入ってコンビネーションブローを見せますチャンピオンのアントニオ・セルバンテス、世界ジュニアウェルター級タイトルマッチ、右ボディーブロー。ちょっと右目の下が、ああ、いい気ストレートでした。効いてますよ、これは。効いてますか、はい。
細かい手数でセルバンテス一発パンチで栗山第3ラウンド終わりました。どうですかこのラウンドは。そうやっぱりイーブンですかね。はい、はい、それは単純な選択ではなかった。ふさふさアートネイチャーは信頼の売上高ナンバーワンチョイスナンバーワンマープでふさふさナンバーワンアートネイチャー。僕たち歌手は喉の具合が悪いからといって歌わないわけにはいきません。ああ、うん、では行ってきます。フィニッシュは薬が患部に直接当たって喉を治します。これは効きます。南房総勝浦小湊ホテル三日月くいぜ逃走本能むき出して熊に向かっていく犬、それを必死で力でねじ伏せる熊。なぜ犬と熊は戦っているのでしょうか。正解は2月7日世界まで見えテレビ特捜部で。どうしたの。風邪かな。出張なのにどうする。どうするんだって今からじゃ。コルゲン ET 錠は困ったなという時に効く成分 E と T が両方とも処方されています。効きます。競輪に行こう。決めとなるのはやはり右のストレートですかね。思いますね。大きい体です。1メートル77センチですがよく体をボディ右左また左左接近しますと栗山果たしてこの辺りレグリージャッジどのような採点になっておりましょうか。チャンピオンの右のストレート、はい、栗山が接近します。長い手を使ってカバーします。チャンピオン
試合は第5ラウンド、頼もしいファイトを展開しております。コロンビアの英雄に対して頼もしいファイトを展開している日本の栗山、ライオン栗山。チャンピオンのセルバンテスは過去この5ラウンドで2度ほどタイトル防衛に成功しております。ノックアウトの多い第5ラウンドです。セルバンテス、さあコーナーに詰めて1合大きく前へ出ようとする栗山に対してパンチを振る。勝負ね、やはりね過去ね、はい、5ラウンド KO 勝ちが多いでしょ。そうですね、それでも戦うと防衛戦ではね、スタミナということを考えてあるじゃないですか。なるほど、スタミナを考えてますか、はい、28歳、12月3日に28歳になりましたセルバンテス。なかなかいいファイトを展開しているライオン栗山。攻めますね、栗山は。よく攻めます。栗山よく攻める。まさに攻めの戦法、攻めの戦法です。いくら打たれても前へ前へと出ます。挑戦者の栗山、いかにも挑戦者らしい。ここでクリンチになりました。小林さん、栗山の攻めはこれでいいですね。あ、いいですね、はい、なお、佐々木ジムのコーナーから情報が入りました。佐々木会長によりますとペースは予定通り8回まで こういった形でガンガンいかせると、8回までに倒すとこう言ってますね。佐々木さんは頼もしいですね。なるほど、はい、頼もしいです。ワンツーを出しましたアントニオ・セルバンテス。いくら攻められてもパンチを受けても前へ出ます。挑戦者のライオン栗山、試合は第5ラウンドです。黒人選手は顔の色が黒いんでね、はい、顔の色が変わったら分かりませんね。さあやっぱりオロオロしたような目してますね。なんとなくアセルバンドしか見えるのでみんながピンと文句言ってますね。第5ラウンド終わりました。5対5ですか、はい、試合は第6ラウンドに入ります。前半の 5ラウンド終わったわけですが、ね、はい、中盤の見通しはどうですか。そうですね、これからが問題じゃないですか。見どころは、はい、これからが問題、はい、そうですか。一山来ると思うんですけどもね、はい、小林さんはおそらく5ラウンドぐらいまでには一山来るんだろう、はい、栗山の攻め、アントニオ・セルバンテスの手数というところで中盤に入ったわけですが、そうですね、第6ラウンドです。先ほど4回にいい場面があったんですけれどもね、惜しかったですね。あれはクリアマが前に出ますとチャンピオンのアントニオ・セルバンテスが足を使って動きます。こういう場面が続いております。そして第1第2ラウンド、それから第4ラウンドにクリアマの左ストレートがよく入りまして、リングサイドのこの放送席の採点ではクリアマ有利。まだはっきりとチャンピオンが取ったラウンドはないようですね。そうですね、あとほとんど互角ですね、あとオフィシャルのスコアはどうなってますかね。正式な採点はどうでしょうか。我々の目にはやや栗山優のうちに中盤に入ったように受けます。栗山が打ちますと長い手でカバーいたします、はい、チャンピオンのセルバンテス。あのブロックの前ですね、ブロックの前ですね、腕が長いですからね、すっぽり胴体が入ってしまうんですよ。今晩の試合が51試合目のセルバンテス。
過去40勝して23 KO 勝ち。練習のような綺麗なフットワークは見せませんね。そうですね。動いてる量はチャンピオンの方が多いですね。多いですね。接近しようとする日本の栗山。なんとかジャブで接近を食い止めようとする。セルバンテス。惜しい。惜しい。振りが強かった。しかし、あのパンチ決めてしまうのは惜しいですね。え？あの、いいパンチ決めた後ね、相手の前に立ってしまうから、パンチ決めてしまいますね。栗山のいい右のフックが入りましたが、その後チャンピオンがまた攻撃がありました。左バッパーを打ちました。セルバンテス、今度ミナッパー狙って打ちます。狙って打ちます。もう一発のパンチ振れば分かるんですけれども ね、どうしたら手が届かれてしまいますね。そうですね。入るまでに打たれますね。ちょっとね、このラウンドは、はい、そうですね。腰を使った左のフックを打ちました。チャンピオン栗山の左は空振り。第6ラウンド終わりました。このラウンドはチャンピオン合格ですか。はい、はい、この放送はサントリー東芝 SSA 薬シーモス大健工業デサント全日空富士重工資生堂キャノン神戸製鋼の提供でパナマから衛星中継でお送りしております。会場はパナマのヒムナシオヌエボパナマ、パナマ新国立競技場。試合は第7ラウンドです。6ラウンドからね、ちょっと栗山がパンチを食ってますね。ちょっと食ってますね、と同時に栗山のいいパンチが1ラウンドに1回ぐらいしか当たらなくなった、おそらくこれは15ラウンド行くとしてもこういう経過をたどっていくんでしょうね。そうだと思いますね。過去ペドロ・アデク、あるいはグリット、エディ・パーキンス、こういうパンチの強い選手と対戦しております。ライオン・栗山、パンチを切ってますね。そうですね、ちょっとパンチを切ってますね。足を使ってかわします。ジャブを使って突き放します。チャンピオンのセルバンテス、右は空振り。セルバンテス左ボディーブロー。なんとかくっつこうという栗山ですかね。そうですね。なんとか逃げようというこのチャンピオンですね。左を使って逃げますね。逃げるというのはうまいこともあってますね。サイドのと感じまして当たっている手数はチャンピオンの方が多いですが、はい、強いパンチというのは栗山のがありますね。もちろんありますね。ただ栗山のパンチこのラウンド一発も当たっていません。まあ、左にジャブ打ってるストレートですね、あれを食っちゃいけないですね。栗山ここね、栗山の右、やっと追いついて右を出しました。そうですね。でも簡単なジャブはクリストではないですね。なんか、当たってっていう程度の感じですね。まさにスタンダーウェイ戦法のチャンピオンのセルバンテス。もうくっついた場合には必ずセルバンテスはクリンチあるいはガードしてですね、当てないようにしますね。栗山君の強打っていうのは分かってると思うんですよ。さあチャンスだ、右のボディ。さあここで、ああ打てない。うまく間合いを取ります。距離を取ります。チャンピオンのセルバンテス、左から右を打ちました。一発で終わってしまいますね。惜しいですね。あのパンチが 2,3 発すると振ってるんですけどもね。あと手数があればということですかね。そうですね。まあ、栗山選手の場合には手数がもう、最近の課題になってましてね。
ライト級の新人を取った頃には随分手が濡れたらしいですが、はい、小さいボディーブロー、古山ゴング、第7ラウンド終わりました。5対4でチャンピオンですか。チャンピオンのラウンドですね、はいはい、コーナーに帰りましたチャンピオンのアントニオ・セルバンテス、コロンビアが生んだ史上初の世界チャンピオン、いわばコロンビアの英雄でございます。今日もおそらく多くの方がコロンビアから応援に来ているものと思われます。第7ラウンド終わりました。チャンピオンのセルバンテスのコーナーでございます。タイトルマッチであれですね、7回までもってのはセルバンテスは初めてじゃないですか。一度ね、一度最初の防衛戦ですか、はい、最初の防衛戦が判定ですね、はい、プエルトリコので行ったですね、はい、マルケス戦が今年の2月ですけれども、はい、これは判定、まあ大差の判定勝ちなんですか。ああそうですか、判定勝ち、あとはいずれも KO 勝ちですね。あこちら側が古山のコーナーです。ちょっと気になりますのは、古山の右顔面の腫れ、これは4ラウンドあたりから腫れてまいりましたが、どうですか、そう心配はないですかね、あの右の腫れは。そうですね、ちょっとやはり気になりますね。一番大事な目のところですからね。そうですね、くっついてパンチを出そうという古山、離れるセルバンテス、このラウンドは出てきましたか。さあどうか、このジュニアウェルター級はかつて藤井隆選手が持っておりまして、それを憩いの老地アルゼンチン、そしてパナマ、左ストレート、いい感じですね、いいパンチ入りました。あの後ですね、惜しいですね、もう2、3発ほっと欲しいです、パナマのフレイジャー選手が取り、その後このアントニオ・セルバンテス選手がタイトルを取りました、5年ぶりに日本が迎えましたこのジュニアウェルタークラス、このクラスのチャンスであります。どうですか、KO 勝ちの多い選手というのはやはり後半に来ますとね、はい、だんだん自分のボクシングじゃなくなるということありますということもありますよね、しかしこの一発で出すパンチ入れないパンチじゃないですからね、この選手はね、だからなかなか線が崩れないと思うんですよね、連打でこういうボクシングをする、そうだと思います。1m77cm の身長リーチを十分に生かしましたセルバンテス、小さいボディーブロー古山、試合は第8ラウンドです。